ジャックアタリは、フランスの経済学者、思想家、作家、政治顧問。旧フランス領アルジェリアの首都アルジェ出身のユダヤ系、フランス人。ミッテラン政権以後、長きにわたり、普通政権の中枢で重要な役割を担った人物として知られ、続くサルコジ、オランド、マクロン大統領にも直接的な影響を与えており、フランスのみならず欧州を代表する知性の一人と、 目されている。1981年から1991年にかけてミッテラン大統領の顧問を務め、1991年から93年にかけて欧州復興開発銀行の最初の総裁となった。1997年、クロード・アレグル教育省の要請に応じ、高等教育学位制の改革を提案した。2008年から10年、 サルコジ政権下でアタリー委員会として知られるフランス経済成長解放に関する超党派の政府委員会を率いた。オランド政権下ではポジティブ経済に関する委員会を組織し44もの改革を提案した。マクロン大統領はアタリー委員会の報道官を務め2010年3月そのメンバーとなった。新技術開発に取り組むヨーロッパのプログラム優雅を 共同設立した。さらに非営利団体であるプラネットファイナンスを設立、戦略、コーポレートファイナンス、ベンチャーキャピタルに関する国際コンサルタント会社、アタリーアソシエーツの責任者でもある。芸術への高い関心から、オルセイ美術館の役員にも任命されている。二国内において、経済、思想から、電気、小説、回顧録に至る幅広い著作で知られ、 ノイズ音楽、貨幣、雑音、アンチエコノミクス、2030年、ジャックあたりの未来予測など50冊以上もの本を出版している。日本では、教養、思想面の著作翻訳が多く出版され、広く読者を得ている。2009年、雑誌フォーリンポリシーは、世界のグローバル思想家トップ100として、あたりを選出した。1943年11月1日、 フランス領アルジェリアで、双子の兄弟バーナードあたりと共に、ユダヤ人家族のもとに生まれる。父サイモンあたりは、都市アルジェでの高水店経営で成功を収めた、独学者だった。アルジェリア独立戦争が始まって2年後にあたる1956年、父は、家族と共に、パリへの居住を決めた。双子のジャックとバーナードは、パリ16区にあるリセジャンソン・ドゥサイエで学び、そこでのちに、 政治家となる、ジャンルイビアンコや、ローラン・ファビウス元仏首相と出会う。1966年、ジャックは、エコールポリテクニックを卒業。また、パリ国立高等工業学校、パリ政治学院、エリート養成で名を馳せた、国立養成学院も卒業した。1968年、ニエーブル県でのインターンシップ中、3年前に、 面識のあったフランソワ・ミッテランと二度目の出会いを果たす。1972年、パリ・ドーフィン大学で経済学の博士号を取得した。哲学者、ミシェル・セールは博士号の審査員のうちの一人だった。1970年、27歳で、フッツ国務院のメンバーとなる。1972年、29歳で、 科学アカデミーから賞を授与され、最初の2冊の本を出版した。1968年から1985年まで、パリ・ド・フィーヌ大学、エコール・ポリテクニーク、国立土木学校で、経済学を教えた。ド・フィーヌにある彼の研究室アイリスは後に学者となる、若手研究者が集った。1973年12月、ミッテランとの密接なコラボレーションが始まる。 1974年大統領選挙での運動を指揮し、1981年ミッテランが大統領に選ばれると特別顧問に指名された。この時より大統領のため経済学、文化、政治、彼が最後に読んだ本などのメモを書き、内閣会議、国防会議、二国間での首脳会談に出席した。ミッテランは G7 サミットのための セルパの役割を委ねた。レイモンド・バール元首相、ジャック・ドロール欧州委員エゲン委員長、フィリップ・セガン元会計検査員委員長、ラガルデール創立者、ジャン・リュック・ラガルデール、多国籍企業ダノン創立者、アントワン・ウリブー、哲学者、ミシェル・セール、俳優子・コリューシュなどと交流し、大統領に、ジーン・ルイス・ビアンコとアラン・ブー・ブリルを推薦した。また、フランソはオランド元大統領や、 普通初の女性大統領候補、セゴレーヌ・ロワイヤルなど、フランス国立行政学院の卒業生たちを彼のチームに加えた。1982年、セルパとして、ベルサイユ G7 サミット、1989年、アーチ G7 サミットを組織した。1989年7月4日、フランス革命200周年記念式典の組織に参加した。 1997年、政治家、クロード・アレグルの依頼により、LMT モデルを導入した、高等教育学位制度の改革を提案した。2008年、2010年、サルコジ大統領から、経済成長促進のための改革を目的とする、超党派委員会の議長を務めるよう求められた。2013年、 オランド大統領に提出された報告書の中でポジティブ経済の概念を主張した。この考えは当時の経済大臣エマニュエル・マクロンが提案した法律の規定のいくつかに影響を与えた。2011年4月7日、米国のスミソニアン協会のウッドロー・ウィルソン国際学術研究者センターはワシントン DC でプラネットファイナンスの創設者として当たりに ウッドサービスウィルソン賞を授与した。1979年、国際的な NGO 団体、気が撲滅行動を共同設立した。1984年、新技術開発を胸とした、プログラムユーレカを創立に関わった。1989年1月、バングラデシュでの洪水被害に対する国際、行動計画を開始した。1989年8月、 ミッテラン大統領二度目の任務中、政治を断念、エリセ宮殿を去る。ロンドンで欧州復興開発銀行を設立、初代総裁に就任した。ベルリンの壁崩壊以前の1989年6月、東ヨーロッパ諸国の復興支援を旨胸とし、この期間の構想を始めていた。あたりは、パリ交渉会議の議長を務めており、それが、 復興開発銀行設立へとつながった。彼の指導の下、EBRD は原子力発電所の保護、環境保護、インフラの整備、民間部門の競争力強化、さらに民主主義への移行支援を目的とする投資を促進した。1991年、ジョン・メジャー英首相の移行に反し、ミハイル・ゴルバチョフをロンドンの EBRD 本部に招待した。 ロンドンサミットに出席していた G7 の国家元首に旧ソビエトの国家元首をブッキングさせた。ジョン・メジャーとの間で繰り広げられた激しい電話でのやり取りの後、英国報道機関は批判を開始、当たりの機関運営への疑念を広げた。EBRD の非効率的な運営実態は衝撃を与えた。実態は普通ジャーナリストたちによって追求された。たは 自身の著書、シテイト・フランツォス・スミターランドの中の一章で、自らの立場を説明した。当たりは期間を去り、理事会は彼に最終的な解任を与えた。1993年、ミッテラン大統領の許可なく、秘密の書庫と大統領の別の本のための文章を複製したとされる名誉毀損の訴訟に勝訴した。当たりがその本を構成し、 訂正する権限を与えられていたことが認められた。1998年、500名ものスタッフを雇用し、80カ国以上で活動する非営利団体ポジティブ・プラネットを設立、1万人の小規模金融参加者とステークホルダーに資金提供、技術支援、アドバイスサービスを提供している。ポジティブ・プラネットは、普通公害の貧困問題でも活動している。 2001年、アタリは乱用され、取引に影響を与えた資産隠蔽の容疑で捜査を受けた。2009年10月27日、パリの治安裁判所から社免された。1994年、長期的成長を支援する戦略コンサルティング、コーポレートファイナンス、ベンチャーキャピタルを専門とする国際顧問会社アタリーアソシエイツを設立した。2012年、 ジュネーブに拠点を置くスイスの中介業者、ケプラー・キャピタル・マーケッツの監督委員会のメンバーとなった。また、文化やテクノロジーなどを取り扱う総合サイトスレート .fr の監督委員会議長も務めている。2010年9月9日、オルセイ美術館総局の一員に任命された。あたりは音楽への強い情熱を持つ。ピアノを弾き、そして、 シャンソン歌手バルバラのため歌詞を書いた。クラシックから地味、ヘンドリックスまでを取り扱ったノイズ音楽、歌兵雑音の著者であり、作中、現代社会の進化における音楽の経済と、その重要性を縦横に論じている。1978年、映画監督、フランシス・フェアの作品で演奏を披露した。二千三年以来、指揮者、パトリック・ソー・イロットの下。 アマチュアに開かれたグルノーブル大学オーケストラを監督している。ベンダが作曲した公共曲からバッハのバイオリン競争曲、モーツァルト、サミュエル・バーバーの弦楽アダージョとメンデルスゾーンの二重競争曲に至るまでレパートリーに富む曲目を演奏した。2012年、パリの工科大学のフェスティバルで、ボーマルシェの儀曲、セビリアの理髪師のオープニングを上演し、遺伝学者、 ダニエル公演と共にオーケストラを指揮した。エルサレムとパリでローザンヌシンフォニエッタトラベルの競争局と単調を監督した。また、上海、ボンビ、マルセイユ、ロンドン、カザフスタンのアスタナのオーケストラも指揮した。2012年、パトリック・ソーイロットと共に全国的な組織を設立した。これは、 職業高校からの学生参加による共同オペラの制作を目的としている。2007年7月24日、サルコジ大統領は成長を制限するボトルネック研究を担当する超党派委員会の委員長に当たりを任命した。委員会は当たり自身が自由に選び出した42人のメンバーから構成され、大部分は自由主義者と社会民主党員だった。 その全会一致の報告書は2008年1月23日に大統領に手渡された。それは経済成長のボトルネック解除するためフランス経済と社会を根本的に変革する様々な勧告を含んでいた。2012年オランド大統領はあたりにポジティブな経済状況についての報告書をまとめることを命じた。このレポートの目的は 短期的なものに終止符を打つこと、短期的で個人主義的な経済から公共の利益と将来の世代の利益に基づく経済へと移行し、古いモデルからの移行を促すことだった。それは経済主体が利益最大化以外の義務を負うことになるモデル経済に基づいている。広範囲の委員によって書かれたこの報告書は44もの改革を提案した。あたりの分筆活動では、 数学、経済理論、エッセイ、小説、電気、回想録、子供向けの物語、演劇などこの分野で考えられるほとんどすべての主題を網羅しており、作品に共通のスレッドを見つけるのは難しいかもしれない。そのエッセイは、長い過去の分析から未来を描くという困難な仕事を中心に展開しており、音楽、時間、財産、フランス、 遊牧民の生活、健康、海、近代性、グローバルガバナンス、愛と死といった人間活動とそこに生規する様々な次元の物語を織る。作品は歴史とその連続した段階の明確なビジョンを展開させ、イデオロギー的であると同時に技術的そして地性学的である。さらに作品では人間が死を免れるための対象となる人工物へのゆっくりとした 変化とそれに伴う混沌への知性学的進化を描く。その間人類は将来世代の利益を考慮しながらアンドロイド化へと向かうトランスヒューマンな擬態社会、新しいグローバル統治、人類の本質的構成の成果へと至る目覚めを待ち、社会主義と利他主義の概念と個人的な成長の方法を考察している。当たりはその初期の著作以来、 近未来のシグナルを予見して発表している作家でもある。1977年、すでに後のインターネット、YouTube、そして音楽的な訓練の時代の到来について、被査的に発表した。1978年のラニューベリカーナミフライズにおいて、パーソナルコンピューターの出現、ハイパー監視、自己監視について議論している。九百八十年のレトロアマンドで、 ヨーロッパ、米国の大西洋から、米国、アジアの太平洋への権力の中心のシフトを予言した。同年の別の小説 L、オルドル・コニーバルでは現在トランスヒューマニズムとして知られている擬態社会の到来を発表した。1982年のイストワール・ジュトンは、歴史の急速なペースアップと直接的な関係性の拡大をアムールでは、 タイコールロマンチックな関係の出現を描いた。英雄プロープリオフィグアでは、財産の分割とその用途、そして遊牧的オブジェクトの概念を発明した。1990年のリーヌ・リー・ホライズンズでは、米国の力の相対的な衰退を予測している。ブレビー・ヒストワー・デール・アベ・ニールは健康データと、保険会社による企業の力の増大。 ルームのまでは座りがちな生活が一時的な段階に過ぎないことを主張した。また、その著作は、ユダヤ人の思想や歴史を反映しており、この主題は、著書、ユダヤ人、世界と、貨幣、一神京都経済の四千年史を述べている。アリストテレス、ガンジー、パスカル、マルクス、ダーウィン、ドゥニデドロ、マイモニデス、トーマス・ワクイナス、アビバール・ブルク、ジョルダーノ・ブルーノなど、 当たりが描く電気は、自らの考えによって、世界の歴史を混乱させた人物の生活に焦点が当てられている。小説は、ファンタジー小説のジャンルに分類されるか、あるいはわずかに、デストピア小説のアジャンルに分類されており、繰り返し同じテーマに取り組んでいる。物語は、消滅を恐れる人類が直面しているリスクを中心に展開されていく。より最近においては、 犯罪小説とデストピア小説を組み合わせている。さらに、政治的な実体験として、自らが関わった出来事のいくつかを回顧録として、著述している。日刊誌の依頼により、ミッテラン大統領の時代の数年間を描いた。また、欧州復興開発銀行の創設に関する思い出を振り返り、ミッテランの側で過ごした20年間を回顧し、その肖像画を文章で描いた。 日本では、その紹介のされ方から、経済、芸術、私学に通じた、積学、時間空間をまたぐ、大きな枠組みからの未来予言者として受け止められている。著作の中の提言は、近未来を示唆するものとして愛好者も多く、フランスで、ベストセラーとなった、21世紀の歴史や、2030年、ジャックあたりの未来予測は、日本でもベストセラーとなった。 ありがとうございます。